桐谷美玲、25歳、主演の映画、ヒロイン失格、が19日公開され、東京、新宿の新宿ピカデリーで、桐谷タキャストが舞台挨拶した、コ田桃子さん原作の人気コミックを映画化したラブストーリー、劇中の主人公、ハトリが、桐谷をモデルに描かれたことでも話題になった、舞台挨拶には、初日を祝って、高田さんから桐谷にメッセージが届けられ、共演の福田綾野、 27歳が代読した実写化は夢でした。映画の中のミレイちゃんは本当にハトリそのものでした。大好きです。原作者からの嬉しい言葉に切り谷は、ハトリは私をモデルに描かれていたということを知っていました。いつか演じることが現実になれば、と強く思っていたので本当に幸せです。と感激の涙を見せていた。